はい、どうも皆さんこんにちは、ランディ高橋です。海賊王になる男です。よろしくお願いします。どうも、皆さん、改めまして、今日はランディ高橋としてこの前ね募集をさせていただいたワンピースのキャラクターについて、皆さんの好きなキャラクターをもとに、自分自身のワンピースの好きなキャラクターとかワンピースについて今回、話していけたらなと思います。本気で海賊を目指しているので今回ワンピースについて、深く語らせていただければなと思います。よろしくお願いします。やっぱラン君結構いろんなところでワンピース好きは公言してきたと思うけど、はい、ほんまにやっぱ一番好きやもんね。もう一番好きです。もう、ワンピース愛半端ないっすよ。ちょっと念願の企画として、いや本当に楽しみ、これでもうラン君の いかにワンピース好きかをみんなにこうちょっとアピールしていければなと。はい、ぜひお願いします。いつぐらいからワンピースハマったの？ワンピースにハマったのは小学生に本当に上がった時かな。親戚が読んでるっていうのでワンピースの存在を知って、小学4年生か3年生の頃にあのクリスマスプレゼントでワンピース全巻をもらったったところからもうワンピースにドハマりですね。めっちゃ素敵なプレゼントもらったね。はい、もうサンタさんから素敵なプレゼントをもらいました。まあそっからね、もう人気あるしアニメもやってるし、うん、漫画も続いてるし、でどっちも見てる？アニメ漫画。最近このイタリアに来てからアニメは見れてないんですけど、基本も漫画、そうですね、単行本と、もう最近はもうねジャンプが面白いのでジャンプでもしっかり読んでるって感じ。しっかり押さえてると。はい、そうだ。もうすぐ月曜日になったらすぐこうジャンプをこうチェックします。大丈夫ね、みんなやってる人、そのルーティンやってる人絶対多いよ。絶対多いですね。9歳やった時、9歳かよみたいな、今回休みかみたいな、ちょっと残念なんですよ。じゃあちょっといろいろラン君の気持ちに応えてファンの人たちがいろんなこう、はい、ワンピース愛を語ってくれたので、せっかくなんでちょっとラン君もみんなのそのコメントをちょっと紹介しつつ、はい、ちょっとワンピースの話いっぱいしていきましょう。はい、ぜひお願いします。止まんないですよ。怖くなってきた。まずはちょっとルフィの話をいっぱいしていこうかなと。やっぱりこうルフィが一番好きとかルフィが好きってはる人がすごい多かった気がしたけど、僕と一緒の D の意思の持ち主ですもんね、ルフィも。めっちゃ共有な。ダンディ高橋なんで、はい、モンキー D ルフィです。確かルフィだ。まだね、こう D 知らん人っているかな、 D の話しとく。 D の話、まあ D は結構最初の方に語られてますもんね。もう最初からこうワンピースではこう D っていうのがねちょっとキーワードね。そうそう、まだね完全に明かされたわけじゃないんですけどね。まあでもその D が入ってるキャラクターがまあ結構何人もいて、まあ、その D が結構まあ鍵になってくるっていうか、その D という D の意思は引き継がれる、いろいろなんかねあの言われてるんですけど、その D は何なのかっていうまあ謎があるっていうのが、まあ、またこのワンピース面白い場所なんですよね。なあ、今ちょっとじゃあ D の意思をってちょっとじゃあ発表して、よかったらちょっと何個か発表して、ルフィの D の意思、ルフィの D、 D まだ行く、ルフィ、はい、D の意思まで言ったらねもう深すぎるんで、ルフィ紹介しますね。王道のルフィから紹介をしていきたいんですけど、まあルフィもねあの何名かの方がこうラン、まあ、好きなキャラクターってところを挙げてくれてて、まあそうですね、まあまずはまあ好きな理由としてルフィは、まあサラさんは何事もポジティブに自分らしく突き進んでいくことが好きです。そうですね、まあ仲間思いとかで強いで腕伸びる腕伸びるが好きな理由はちょっとよくわかんないけど、まあでもね、もうルフィといえば、まあ、なんか何事にもまっすぐみたいなね、俺からしてもイメージがあるかな。なんかもう何事にもポジティブで仲間思いで、なんか仲間のためなら何でもするみたいなね。ちょっと今のフレーズ誰かに当てはまる気がするけど、今目の前にいるちょっとなんかすごいちょっと通じるもんあるけどな。そうですね、僕はまあ自然にやっぱりそのランディ高橋として D の意思引き継いでるからこそ似てる部分はあるかなと思いますね。自分らしいし仲間思いやし、はい、腕伸びるし、確かにとかおかしいよね。まあでもそうですね、
まあでも確かにワンピース読んでるからこそポジティブなところもあるかもしれないですね。何事も諦めない気持ちが好き。確かにこのルフィから学ぶことは多いですよね。なんか男前キャラよね、意外にああいうこう。そうっす。あのギャップがいいですよね、ルフィは。本当に最後ってところはやっぱりキャプテン船長としてこう男らしさを見せるけど、なんかそれまではなんていうの、仲間に助けられたり、結構なんかなんていうのかな、なんか抜けてる部分が多いみたいな、ルフィって。そのギャップがすごい好きだなっていうのは俺も感じですね。めっちゃかっこいいところ多いしな。多いぞ多いぞ多いぞ。やっぱり何が何でもやっぱ最後はルフィなんでね。やっぱりワンピースは。ルフィのなんか印象に残ってる好きなシーンとかない？あ、やっぱルフィの、そうですね。ラン君の思うルフィの好きなポイント山ほどあるやろ。山ほどあるんですけど。まあ、なんかやっぱり一番印象に残ってるってなったら、やっぱりエースのやっぱりあの頂上戦争の時かなって思うんですね。やっぱりあそこが一番、まあエースの印象も強いし、ルフィの印象も強いなっていうのがあるっすね。まあワンピースの中でもね、一番って言っていいぐらい、はい、大きい山のところやもんね、うん、あそこのね、もうあのエースに何を言われようがこうちゃんと助けに行く、で俺は弟だっていう、このもう血はつながってないけど、こう弟だっていう、こう言い切って助けに行くところはすごい感動的でしたね。今な話しててちょっと寒いボタンあったけど、うん、もうそこは鳥肌もんす。あそこで流れる曲もいいんすよね曲あそこでも流れる、あの分かります、あのさあ行こうって流れるじゃないですか、あの主題歌。あ、分かる分かる。もうちょっと聞かせてほしい。さあ行こう、立ち止まることなくっていう、あの歌でもあの白いがこうやってこう始まるんですよ、あの歌。こう会心をして、でもあそこがもう好きすぎて、あの曲何回も聴くんですけど、でまあもう曲とあそこのもうルフィとエースのもう感動シーンっていうのはもうワンピースファンにはたまらない、たまらないというか、もうなんなら逆にもう立ち直ることできひんぐらいちょっと悲しいですけど、はい、いいシーンですよね。今話出たけどエースのなんかちょっとコメントも何個かもらってて、そのエースをもらってるアヤヤンさんとかは、ラン君の影響でワンピースを見始めてもうすぐ500話になります。エースの強さ、かっこよさ、礼儀の正しさ、あ、この礼儀の正しさっていうのは結構あれね、いいっすよね、エースのこの礼儀の正しさ。なんかまたルフィとは違って、いつやったっけな、あのアラバスタ入る前にルフィとエースが会うじゃないですか、確か。エースとマーシャル・ディ・ピーチの黒ひげとの対決の前にルフィと会う、うちの弟がお世話になりますみたいな麦わらの一味に言ったところね、礼儀の正しさ、確かにこのエースの礼儀の正しさっていうのはすごいわかるかな。それもちっちゃい頃なんかちゃんと教えてもらったはる描写あったよね。 ありましたね、ありました、ありました。ちゃんとそうやって挨拶しなあかんからって言ったはったところもまた、あの、その、ね、あの小さい3人の時もね、あのエースとルフィとサボの時にね、店で食い逃げしてあのちゃんとごちそうさまでしはちゃんと言わなあかんとか言ってそういう、でもね、なんかちょっとなんか面白さがあるのもワンピースのいいところですよね。スッて笑えるよね。結構こう兄弟とか家族とか、なんかそういうね、なんかそういうところの良さが多いよね。そうですね。この人めっちゃうまくいってくれますよ、フォードガス3エース。あ、まあ、この D の石、ね、D の石ギルでフォードガス3エースですけど、トモピさんは、自分よりも弟や仲間のことを常に思う、とにかくめちゃめちゃ熱いっていう、このエースのメラメラの実と、エースのキャラの激熱さっていうのをこう兼ね備えてうまくいってます。とにかくめちゃめちゃ熱い。なかなかの代物ですね。僕の傘下に入れたいぐらいです、このトモピさんは。はい、入れたいけど、これなんか今日で参加増やしていく感じ、ちょっとでかい海賊に。そうです、でかい海賊になると思うんですけど、仲間集め始まってるけど仲間集めです。やっぱり強い仲間が必要なんでね、海賊王になるには。高橋ランサポーターズクラブではライブ配信やオリジナル動画やメッセージなど様々なコンテンツがあります。ぜひ参加してください。ゾロも多いですよね。その自分もゾロなんですよ。結局一番好きなキャラクターとか言われたらやっぱりゾロって答えてしまうんで、でこれがやっぱりもうね、男の中の男だから、もうまさにその通りかなって思うんですよ。ゾロって僕が一番好きなシーンはあのスリラーパークで最後クマが来るんですけど、バースリウムクマ、大川シルガーのバースリウムクマが来るんですけど、そのクマが来て、あのルフィがもう月光モリアと戦って、もう
すごいダメージを受けて倒れてる時に、そのクマがそのルフィの受けたダメージのショックみたいな、なんかみたいな作るんですよね。でそれでクマはそのルフィをさらおうとするんだけど、それを必死で、まあゾロも結構ボロボロなんやけど、ゾロが必死でそこを止めるっていうシーンがあって、お前がじゃあこの麦わらのルフィが今持っているこのダメージを全て耐えることができれば、それをこれを受けるならルフィを見逃してやるみたいなことをクマが言った時に、でそれでもゾロがもうそれ夜な夜なルフィが回復するまでそれを受けて、でもそのルフィの受けたダメージをもうボロボロのゾロがまた受けてるわけやから、もう ゾロなんかそんなもう耐えれるわけなくて、まあ、なんならもう迎えるのは死みたいな、死ぬことだけみたいな感じなんやけど、それをゾロは全部受けて、でなおかつそれをまたね、サンジがこう、サンジが最初なんかそれを受けようとしたんやけど、それをゾロが止めて、まあゾロがまあ 副キャプテンとしてのなんていうの、こうプライドというか副船長としてのプライドがあって、俺がって言ってクマを相手にしたわけやけど、でそのサンジがまた見つけに行くんですよね、ゾロがどこにいるか。そうやったら大量でこう腕組んで立ってるわけ でそこでゾロが、もうちょっと話長くなったけど、そこでゾロがあのお前何があったんだってサンジに言われて、何もなかったっていう、もうあのシーン、あの俺はもう惚れました。好きです、ゾロのことが。すいません、かっこいいな。いやいや、はい、あそこがもうゾロの一番のポイントかなと思うんですね。どれだけのことがあったかっていう状態、なんかもうすごい血の中で一人立ってるな。血のもう湖みたいになったんですけど、もうね、何もなかったっていうあのシーンがもうね、めっちゃ覚えてます。もう好きすぎです。あの今でもこうあの見たりしますもん、そこの映像だけ。何もなかったの映像。はい、それぐらいかっこいい。ね、そう、他にもね、もう顔筋肉、声全部かっこいい。で、あ、背中の傷は剣士の恥だっていうセリフね。確かにこれもね、大きなゾロの名言ですよね。ミホーク戦った時に。背中、だ、自分な、なんとなく背中に傷つけたくないですもんね。何やろ、なんとなく背中に傷つけたくないですもん。まあだからまあ、簡単に言えば背中、相手に背を向けるなってことですよね。ゾロがこう伝えてるのは。まあそれはね、バレエでも、そのスポーツでも言えることなんでね。本当にワンピースって学べること多いなと思うと、まあ引くなってことですよね。常にこう前を見続けて相手に向き合えってことですよね、相手と。だからバレエでもこう攻められたりして引く姿があるんですけど、まあそれをうまくこう例えるなら、やっぱりなんか相手に背を向けてるとか逃げてしまってるっていうのがあるから、常にこう前を向いて当たっていけっていうところ、これはこの僕は背中の傷は剣士の恥だっていうところが、あの、はい、僕は感じ取れます。背中に傷つけたくないっすね。なんか言うね。いや、ゾロは本当に好きなんですよ。うん、大好きで、一番。なんかさりげなく、あの、女キャラを守ってるところとか最高ですね。確かに、ゾロもね。ゾロはなんだかんだ、こう、女に興味ないっていうキャラっすけど、こう、女からモテたりするキャラなんでね。確かに。まあ、これもゾロの話したらね、一生喋ってられるんで、ね、こうやって、はるかさんもそのね、最初、一番最初に、地面に落ちたあのおにぎり、あのね、子供が作ってくれたおにぎりを食べたのを思い出すって、確かに。あのシーンも最高っすよね。もう落ちてぐちゃぐちゃになったおにぎりをそれでも食べるぞ。かっこよすぎる。じゃあ次行きましょう。なんだかんだこれが一番多かったって、このキャラクターが一番多かったっていうので、一番はトラファルガー・ローです。ローがね、なんだかんだ一番好きなキャラ名で、こう、多かったのがローなんやけど、イロハさんの意見を聞くと、まあ、とにかくかっこいい。で、ルフィがピンチの時は助けるし、なんだかんだベポに行き、ティアマでおにぎり好きなとこがかわいい。おにぎり確かに食べたわ。おにぎり好きやったな。確かにね、なんだかんだ。パン嫌いとかいう話。あ、そう、なんか。パンが嫌いで。あ、そう、パンが嫌いでおにぎりが好き。確かになんだかんだね、ローはこう、新世界入ってからね、ルフィと共にこう、過ごしたりしますからね。あ、確かにこの冷静に周りを見て最善の判断ができるところ。確かにこう、ローって常に冷静な感じ。なのでちょっとゾロと似てるけど、常に冷静で相手をしっかりなんか研究してるっていうか、こうちゃんと見てるっていうのは、確かにローのかっこいい部分かなと思いますね。ローもね、すごい激アツのキャラクターなんでね。まあやっぱ人気高いよね。なんか麦わらの一味以外でってなったら、やっぱりそうですね。まあ確かにそうだね。やっぱ人気が高いのはわかるよね。技もかっこいいしね。ローの最初は結構狂ったやつやなとか思ったりしましたけどね、あの技的に。なんかもう人の胴体こう切ったりするじゃないですか、こうパン。うわ、変わったキャラやなとか思ったりしたんですけど。死の外って聞いたらな。
でもね、ローもローでこう、まあ、次こう好きなキャラ名でできたこのコラソンともつながるんですけど、このコラソンとローのね、あの物語もいいんですよね。深いっすよね。これは好きだな、俺。ローコラソン確かに好きだな。ロー。え、ロー愛してるぜ、やったっけ最後。コラソンが言うの。これや。ね、あの、ボロボロの顔で言うのがある。あんまりな、どんな場面とか言いにくいけど。うん。ローとコラソンの、まあ、この、つながりっていうのもすごいね、面白い。深いところですね。で、なんだかんだあった、この、コラソン。ね、コラソン確かにこう言われるまで自分も、まあ、コラソン、出て好きやけど、こういうこうやっぱ改めてこうコラソンってこう好きなキャラクター名出されると、わ確かにこう納得できる部分がめっちゃある。優しくてドジな笑顔が苦手な笑顔ドジで笑顔が苦手なのが最高に良い。そうなの、最後のね、笑顔でローにね愛してるぜっていうのがね、もう最高にいいですよね。あと他のキャラクターで言うとシャンクスいきましょう。シャンクスね。だ 今ですらまだ謎が多いのがシャンクスやけど、結構もうね、一番最初からシャンクス出てくるけど、でもこの、ね、もう、あとはアコチさんもこう言ってるけど、登場から現在に至るまでかっこいいしかない。確かにもうあんね、欠点がないんですよね、シャンクスも。欠点をまあ見てなくて。で、まあ絶対強いし絶対いい人。でもこの絶対強いし絶対いい人っていうのがあくまでも予想やから、今こう、誰もが見てるシャンクスも本当に絶対強いやん。絶対いい人やんっていうこの何イメージでしかないから、逆にそれが俺は怖いなと思ってて、だからもうここから今のこのワンピースこれからがシャンクスがどういう人物なのかとか、どういう強さで優しさとか、こういうどういう性格なのかっていうのが明らかになっていくのが、まあ、ある意味怖い部分もあるですね。で本当にシャンクスがルフィが憧れる存在としてずっとこう描かれてきたけど、どういう人なのかっていうのがまだはっきりしてない分、なんかどうなるんやろなっていうワクワクとちょっと怖さがあるっすね。僕はどうですか？なんか好きなシーンある？シャンクス、シャンクスの好きなシーン、もうそれはだから頂上戦争を止めに来たシーンっすね。でもあれ、あそこでこうシャンクスが頂上戦争を止めに来て、でなんかあのコビーがね、コビーに対してよくやった若い海兵って言ってこういうセリフがあるんですけど、でもあそこでまあシャンクスも海賊じゃないですか。海賊なのに五老星であったり元帥のこの戦国がお前ならいいだろうってこう顔を立てるんですよね、その徴用戦争に。でそれが多分許されるのは本当にこのワンピース界の海賊の中でもシャンクスだけなんですよね。だからシャンクスが本当にどんだけすごい人物なのかっていうのが またそこでもこう描かれてるし、まだやり足りねえやつがいるのは俺たちが相手してやるっていうこのドンっていうこのシャンクスの海賊団が出たシーンがもう好きすぎて、もうね、ベンベックまでやってラッキールーとか、このウソップのお父さんヤソップとかもいるんですけど、もうあのね、海賊団も世界一好きですね。かっこよすぎるっす。まあ、最初に出てきた海賊団もね、言ってしまうとね。そうですね。もう、ルフィが憧れる海賊団なんで。でね、またな、そこでシャンクスとあの黒ひげとのあの兼ね合いもね、あそこ、なんか過去に何かあったみたいな、今言われてるけど、それもいつどうなるのかとか、黒ひげとシャンクスの関係はどうなのかっていうのが結構やっぱ楽しいですね。これからが。まあ、今、ワンピースレッドって見た？もちろん見ました。やっぱ映画でもね、もうシャンクス。もうちょっと異次元に見たかったですよね。映画にもなってるキャラクターやし、そうですね、まだまだこれから重要なキャラクターですよね、シャンクスは。かっこいいし、じゃあ結構マニアックなキャラクターをこう言ってくれたものをちょっと出していこうかなと思うんですけど、まず白クマさん、ボンクレボンクレね、ボンクレはもう誰もが好きでしょ。でもボンちゃんボンちゃんってこうルフィも呼んでるけど、あのインペルダウンの時とかもね、あのボンちゃんとこう一緒に、ボンちゃんが最後どっちかというとルフィを逃がしてくれたっていうのがあるんですけどね、ボンちゃんのあのオカマキャラで作られてるけど、すごい最後はなんかオカマ道つって、オカマの道つってこうやるけど、なんかそういうボンちゃん確かに僕も好きですね。で、あとはこのシャンジと、ね、ごめんね、どうぞ。あ、全然、すいません、喋りすぎるんで。シャンジと、サンジとあのね、ボンクレのあの、アラバスタの戦いが僕好きなんですよ。あの、サンジが、あの、ナミの顔になると、相手を蹴れなくなるっていうのがあって、で、それでボンクレに苦戦するんだけど、で、最後の倒し方も、あのボンクレがね、顔をタッチすれば顔が変わるんやけど、サンジは女のキャラを蹴れない、
女の子を傷つけないっていうのをこうゼフに教えてもらったのをずっと覚えてて、それで女の子を蹴れないんだけど、最後の倒し方をボンクレーに顔に何かついてんぞってこうボンクレーの顔に変えた瞬間にボコボコにするっていうのがめっちゃ面白くて、 でもそこからこのボンクレーは敵なんやけど、こうなんていうの、なんかちょっと仲間みたいな感じも描かれてて、僕も好きですね。ボンクレー一生の友達になりたい。はい、ラン君好きなキャラクターでさ、女性キャラクターとかの話しようか、じゃあ次。女性キャラクターで言うと、でもハンコックが好きかな。あのね、ハンコックは結構好きだな。まあ海賊女帝って言われてるけど、ハンコックのあのね、ルフィに惚れてるところ結構面白いなと思って、妄想して、恋はいつでも拝見なんじゃっていう。あそこは結構好きですね。あとは、アルビだ。これマニアックっすね。アルビダ行ったらマニアックになるけど、アルビダは。いや、大丈夫。ちゃんと1話が、ね、だって1巻に出るぐらい。そう、1巻で出てきますからね。超レアモンっすよ、アルビダ。しかも今も、ね、出てきてますからね。アルビダはね、はい。いいキャラしてます。全然、この1巻で出てきたのと、今の全然、全然変わって見えるんやけど、1巻の時出てきたアルビダはね、もう、超絶悪役で出てくるんで、結構アルビダのこう見た目というか、それが好きですね。好きないな。好きないです。本当に好きないです。まあちょっと これからもこういうね、いろんなラン君の好きな話とかちょっとどんどん していきたいよね。そうですね。に もちろんワンピースだけど、他の漫画のね、他のテレビとかドラマとかもそうですけど、ちょっとね、そういうの話していければ面白いですね。はい。ってことで、このようにたくさんのワンピースの好きなキャラクターを募集して、皆さん答えていただいて、まあ、本当にね、この王道のルフィであったりゾロとか、こういうワンピースにいろいろついて、まあ、ちょっとね、順語り出したらこれちょっと1日とかもう1週間とか続いちゃうんで、こうどっかで終わらないといけないですけど、またこういうね、ワンピースだけじゃなくて他の、漫画であったり、まあ、結構自分もいろんな漫画見てたりするんで、そういう漫画とかいろいろな他のことでこう皆さんにこう伝えられたり、まあ、自分の好きなこと話すだけですけど、こうやって皆さんに共有できたらなと思うので、ぜひまたこう何々紹介してほしいとかいろいろあれば、ぜひコメント欄に書いていただいて、でこの動画が面白かったり良かったりしたら、いいねと高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。また皆さんにいろいろ伝えていきたいと思いますので、それでは皆さん、今日は、ランディ高橋からでした。さようなら。愛してるぜ。